アロハー YouTube! ジクロス YouTuber のりょじちゃんです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なんすか、毎回なんか今のこの間、毎回この間あるんですけど、この間なんですか、なんか言ってくれると思って待ってるんですよ。はい、今日はこちらの車のご紹介ですか。はい、はい、そうですね、はい、こちら2017年式の G350D、はい、オブシディアンブラックです。はい、まあ本当いつ見てもかっこいいですよね。かっこいいですね。王道のかっこよさですね。ね、やっぱ黒の G クラスってやっぱ、うん、王道感ありますよね。そうですね。かっこいいです。安定のかっこよさっていう感じじゃないですか。いいですよ、ね、これ多分結構綺麗な感じするんですけど、はい、あれですか、納車前の感じ。そうです。この車ですね、お客様からご注文いただいていたお車で、はい、今ちょうど納車準備をですね、はい、着々と進めている感じで、もうだいぶ後半の方なんで、あ、そういうことですね、はい、ある程度ね、もう仕上がってきているという感じなんですけど、はい、この、通常在庫車販売、まあ、在庫の車をこう販売する販売方法と、はい、こういう形でですね、この車もそうなんですけど、例えば年式、何年式の、で距離何万キロ以内の、まあ、例えばこの車でいうと走行距離まだ1万5000キロ台っていう、めちゃめちゃ少ないんですよ、2017年式の。そうですね。うん、の、まあ、距離少ないやつがいいということで、ご注文いただいたので、まあ、こういう距離を探して、であとまあご予算ですよね、まあ、大体、これぐらいのお聞きして、まあ それでオーダーいただいてもらって、で車仕入れて販売するっていう、うん、そういう販売方法のお車であるという感じですね。なるほど、はい、なのでね、例えば今在庫車うちもうめっきり少ないじゃないですか。そうですね、全然ないですもんね。はい、まあ今度ね、下取りでまた新しい G クラス何台か入ってくるので、あるんですけど、こういう感じで在庫にない G クラスでもご注文オーダーいただければ専用で探してきますんで、なかなかないですもんね、ドンピシャで この感じがいいっていうのが在庫車で。やっぱね、ドンピシャで買ってほしいんですよ、僕。ね、多分長く乗られる車だと思いますし、うん、やっぱ安い買い物ではないので、やっぱ妥協せずに、まあ、やむを得なくね、いろんな諸事情があって、もうどうしてもいつまでに車買わないといけないとか、まあ、そういう理由は抜きにして、やっぱドンピシャでやっぱ車買ってもらいたいなっていうのがあるんで、まあ、そっちの方がね、絶対僕満足度は高いと思うんで、ね、そういう感じで、見つける探してくるっていうのも全然できるという感じなんですけど、今回ですね、まあ、なので納車準備の方、させてもらってて、で以前ですね、この W463 の G クラスで、はい、劣化しやすいところ4000、はい、あるよっていう動画、はいはい、出しましたね。出したの覚えてます、はい、この G クラスですか。そうですよ。あ、そうだったんです。そうですよ。全然気づかなかったです、はい、まあね、今その4000、はい、ちょっと上げたんですけど、あ、4つ上げました。そこの、部品交換だったりとか修理終わったので、お、紹介してもらえる、はい、なので今この W463 乗られてる方で、ちょうどここ劣化してて気になってたんだよねっていう、ふうに思われる方も、思ってる方もいらっしゃると思うんで、ちょっとぜひこの動画参考にしてもらえたらなと思うんですけど、はい、はい、いいですか。はい、早速ちょっとご紹介の方させてもらおうと思います。お願いします。はい、まず一つ目、これはもうド定番です。はい、僕のこの目の前にある今このウィンカーレンズですね。はい、はい、今これ新品にレンズが変わっていて、ね、ピカピカですね。ピカピカの、美しいですね。美しくないですか。生えてますね。なんすか。いや、でこれ、はい、まあ大体もうまだ2017年式なんで、まあ4年でもやっぱ結構劣化ここしちゃう部分なんですよ、うん、どうしても太陽の熱で一番日が当たっちゃう部分で熱持ってっていうので、
ちょっと黄色っぽくなっちゃったりとか、そうですね、あのひびがねちょっと生えて、うん、生えてきちゃうとこなんで、まあ、これここ綺麗になるとねだいぶ雰囲気も変わるとこではありますよね。はい、だいたいねもうこれ仕入れる、うちも販売する G クラス、まあ、だいたいここではもう新品に変えてお持ちさせてもらってます、っていうぐらいド定番ですね。はい、一応左右でだいたい1万5千円ぐらいで、取り替えはできますので、はい、これそうですね、2017年4年経って交換したっていう感じですけど、はい、だいたい何年ぐらい持つとか何年ぐらいとかって、僕のおすすめはもう車検置き2年ごとに変えてあげるのが、いいかなと思います。やっぱ2年経ってくるとちょっともう劣化し始めちゃってる感じなんで、うん、でそんなにまあね高い部品ではないんでやっぱ綺麗なね状態で乗るとそうですね、やっぱ気持ちいいじゃないですか、やっぱ美しいって大事ですからね。はい、はいはい、最近ちょっと美容系にねハマってるんですか。まあ、昔からちょっとそういう系はあるんで、ああそう、はい、の割には腹出てますけどね美容とお腹は関係ないですよ関係ないですか、はい、関係ないですよ。分かりました、失礼しました、はいはい、ちょっと関係ないこと言わないでもらえますか、はい、流れが崩れちゃいますので、はい、これが一つ目です、ね、まず一つ目、はい、ウインカーレンズ、はい、で外装ので、もう一箇所あるのが、はい、このルーフモール、これでしたね確かに、はい、はい、ぐるっと行きましょう、ぐるっと行きましょう、はい、もうこれ今真っ、まあ、黒じゃないですか。そうです、綺麗、綺麗な黒仕上がった。どうですか最初このなんていうんですか、繋ぎ目っぽいところもちょっとサビがあったりとかっていう感じでしたね。確かサビがどうしても発生しちゃうのと、うん、あとこの黒の、色がめくれちゃうのことで、うん、これあのアルミ素材なんですけど、その下の要はアルミ色、シルバーっぽい色がこう出てきちゃうっていう、うん、はいはいはい、そういう 状態に、まあ、なりやすいっていう感じですね。まあ、ここも同じように、太陽の熱どうしても一番浴びやすいところなんで、まあ、それで劣化しちゃうのかなと思うんですけど、はい、で前回のその動画の方で、まあ、ここモール交換できますよっていう、うん、はい、お伝えしたんですけど、今回、修理方法としては塗装にしました。お、はい、塗装なんでですか。ですね、モール変えるのもできるんですけど、はい、モール変えるにですね結構大掛かりなちょっと作業になる。あ、そうなんですか。単純にここだけパッと取る感じじゃないですね。ここはパッと取れるんですけど、ただねこういう横のモールとか、はい、あ、前まで行くんですか。ここのモール外すときにここのモールまでそっちまでそう壊さないといけなくなっちゃうんで、ここがですね片側だけで5万円ぐらいするですよここのモールが結構しますね。そうなのでね、実際ここから後ろだけでよかったんで、うん、なのでね塗装の方で、あ、そう、修理させてもらったパーツ的には全然大丈夫なんですか。塗装で全然大丈夫、全然大丈夫です、全然大丈夫です、はい、なのでまあ逆に言うと塗装、まあ部品変えればその時は綺麗なんですけど、うん、また同じようにどうしてもまた劣化しちゃうんで、はい、まあ、塗装の方が逆に長持ちするかなっていうのはありますね。でまああと費用の方もその単品で例えばここのモール修理したいよということであれば、塗装の方のが安く修理できますんで、まあ塗装で直す方が僕はおすすめかなと思います、はい、塗装でもね全然っていうか逆にね、そうです、全然なんか長持ち、劣化がねしにくくなるんだったらそっちの方がいいかなと思います。まあとはいえモール交換したいっていう方、うん、ただねこれは本当結構大掛かりっていう感じだったんで、うん、はい、そんな感じですね。パーツ自体がなんか悪いとかっていうなければ、表面の塗装だけだったら全然ね変える必要も、そうです、そうです、なるほど、なく、はい、塗装で、塗装で準備、はい、いいと思います、はい、これ大体塗装で、はい、塗装でまあぐるっと全部塗ったとしてまあ10万円ぐらい見ておけば、はい、全然塗れちゃう感じですね、はい、という感じです。これは2つ目ですね。2つ目です、
で3つ目、はい、3つ目は内装ですね。内装ですね、はい、はい、これもね G クラス W463 定番です。ここの天張りのたるみ剥がれですね、はい、これ以前ここを触るとタプタプしてた。ああ、そうですね、覚えてます。これ今あれです、クッションでちょっとふわっとしてる感じ。まあそうですね、クッション性はあるんですけど、これがね結構差が、そこは隙間結構ありましたもんね。そう、ここの隙間があって、でまあこれ原因としては、接着剤がこれも熱ですね、熱とか、まあ、湿度だったりとかその辺の関係で、まあどうしても天張りが落ちてきちゃうことになるんで、これはね交換して綺麗に直っていく。で今回この車はですね、保証プラス、新車の保証プラス入ってた車だったんで、新車のメーカー保証でこれは交換してもらえたんで。結構長いですね、メーカー保証。2017年式でも。そうですね、通常は3年なんですけど、はいはい、その延長保証で最大5年まで保証が効くので、あ、はいはい、まあ、こういう中古車でもその保証プラスね、うまく入ってくる車だったりすると、こういう感じでラッキー感じですね、はい。で天張り、今別の G クラスで天張りちょうど張り替えてる、年式も違うんですけど張り替えてる車もあるんで、またそっちの方もちょっと動画、作って、はい、ちょっと参考にしてもらえたらなと思いますので、はい。これ天張りの交換ってなんか全部剥がす感じなんですか？そうですね、一回全部取っちゃうんですけど、まあ、通常天張り張り替えですね、こういう天張り、まあ、サンルーフのこういう布、あとこの A ピラーまで張り替えて、だいたい15万円ぐらいかなっていうところですね、まあ、あとその生地を今回で言うと、まあ、これメーカー保証なんであれなんですけど、通常張り替えってなると、まあ生地が、いろんな色を選べたりとか。あ、そうなんですね。まあ、普通のこういうなんていうんですかね、まあ、布地のバージョンもあれば、こういうメッシュ地もあったりとか、いろんな種類もあるんで、はい、まあ、それによって若干変わってくるっていう。あ、まあ、今回は保証だったので通常のスタンダードな感じ。そうですね、まあ、そうですね、そんな感じです。なるほど、はい、はい。で4つ目、これも結構この350に関して結構あるんですけど、うん、ここのダッシュボードがですね、はいはい、ダッシュボードの浮きですねがあるんですけど、確かそうです、ちょっと開いてましたもんね。そうですね、下のなんかちょっと黄色っぽいスポンジっぽい、スポンジっぽいのがちょっと見え隠れしてた、はい、ですけど、まあ今こういう感じで綺麗になってましたね、なってる、はい。でこれも通常、そのダッシュボードの、まあ、交換になっちゃうんで、ダッシュボード取るっていうとえらい作業なんですよ。これ全体ですよ、ここダッシュボードだと。もう長期入院になっちゃうんで、まああと費用の方もね、単純に、ダッシュボード の部品代だけじゃなくて、いろんな費用がかかっちゃうんで、まあ、現実的ではないんですけど、こう修理がでさせてもらって、はい、今回、まあ、この修理の方もですね、フロントガラス1回外して、で内装専用のパテ使ってその隙間を埋めて塗装してっていう感じで、うん、こういう修理っていう方法も取れるので、うん、一応まあね、まあここなんで、まあ実際気にならない人も結構いらっしゃるかなとは思うんですけど、うん、まあせっかくなんでちょっと綺麗に直したいっていう方とかいらっしゃったら、こういう修理っていう方法も取れますんで、はい。で実際的には修理の方がまだいい感じですか？いや、ダッシュボード、そうですね、ダッシュボード交換は本当多分する人はいないんじゃないかぐらいなんで、はいはい、そうですね、そうですね、修理ができるっていう感じですね。これ大体どれぐらい？そうですね、ガラスを外したりとか、まあ、単純にここの修理の費用とガラス外して、あとガラスのモールも変えないといけなくなるんで、うん、その辺全部やって12-13万とかっていう感じですね、うん、はい、うん、
という感じで、はい、まあ結構ねこれで着々と仕上がってきましたよ。はい、はい、まあそうですね、今こうして納車準備の方着々と進めているんですけれども、まあ納車を楽しみにねされていらっしゃると思いますので、待たれてると思います、はい、まああとねまず最終外装内外装掃除したりとか、まあ、こういう、プラスチック類もなるべくツヤが出して、綺麗な状態にして納車させてもらいたいなと思いますので、はい、はい、きっちり仕上げていこうと思います。はい、はい、修理の相談とかもあれですか、はい、気軽に。あ、そうですね、全然今もう今乗られてる方で、あ、ちょうどここ直したかったっていう方とかいらっしゃったら、全然修理のご相談ですね、お電話いただければ、より細かくご説明させていただきますんで、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、という感じで、はい、よろしいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、じゃあ、今日はまあ、この W463 G クラスの、まあ、劣化しやすいところ4線の、後半編。そうですね、まあ、完結みたいな感じ完結そうですね、はい、という感じで、はい、あれ、はい、今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。